19世紀の美術アカデミー・アンドレアス・はヒエン・バッハ、ギャラリー・ホールの画家たちフリードリヒ・ボーザー、クンスト・アカデミー・デュッセルドルフは、ノルト・ライン・ウェスト・ファー・レン州のデュッセルドルフにある、美術大学である。貴族のパトロンを得ていた、画家、ラムベルト・クラーエが1762年頃に、設立した、絵画学校が1773年に、プファルツ選定校了絵画、彫刻、 建築アカデミーとなり1800年頃にデュッセルドルフ美術アカデミーと改名された。クラーエを継いで校長となったヨハン・ペーター・フォンランガーの時代にナポレオン戦争によるデュッセルドルフの後輩と衰退によって美術院も一時的な停止を経験した。1810年代にラインラント全域がプロイセン王国の領地になった。1824年にその時校長であった。 ペーター・フォン・コルネリウスは多くの学生とより待遇の良いミュンヘイン美術院に移った。代わりにベルリンの美術学校で教えていたフリードリッヒ・ビルヘルム・フォン・シャドウが校長に迎えられた。エドアルト・ベンデマンの描いたベンデマンの家族とデュッセルドルフ派の画家ヒルデブラント・ヒュブナー・シャドウ・ゾーンが描かれている。1850年代になって 風景画や風俗画における教育が評価され多くの外国からの学生を迎えることになった。1820年代から第一次世界大戦までの間、デュッセルドルフで学んだ芸術家たちをデュッセルドルフ派と称することもある。その後、ヨーゼフ・ボイス、ナムジュン・バイク、ベッヒャーフサイゲルハルト・リヒターなどが教授であったり生徒であったりと現在の美術に 大きな影響を与え続けている学校である。フルクサスの活動が盛んだったのも有名である。ありがとうございます。